デカキン TV レディゴー、ブーン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。いや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 、パフ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 、いや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 、 YouTuber が最近食べたものだけで24時間生活。そして山下が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。今回はね、ちょっとね、デカキンにとっては結構ね、新しめの企画です。普段聞かないね。なんとデカキン、ちょっと前にユーフェスっていうイベントに出演させていただきまして、もうそれも夢のね、数年前から出たいなと思ってたイベントに出演させていただくことになりまして、そこでたくさんの YouTuber さんに会えたので、夢も叶ったし、でもせっかくこんなにたくさんの YouTuber さんに会えたっていうことは、なんか動画撮りたいなと思って、ということでユーフェスにいた YouTuber さんで会えなかったたりとかしたユーチューバーさんもたくさんいたんですけど、今回はその会えたユーチューバーさん限定で、最近食べたものは何ですかって質問してます。最終的にね、10組のクリエイターさんに聞くことができました。すごいでしょ、10組。結構だよね、10組ってね、なかなかで、皆さんにもう最近食べたものをこう聞いたんですけど、もう全然、あ、それこれ当たったら嫌だなっていうのから、なんか超豪華でめっちゃ食べるの楽しみだなみたいなやつまで、もうほんと様々、もう中でも豪華なの2つ3つぐらいは超豪華なのある。だけどやばいのも2、3個ある。だ、今日は朝、昼、おやつ、晩、ご飯。出たおやつ。1日4食。はい。で、出たおやつじゃないだろ。おやつは必要だろ、おやつはどう考えても。でも、おやつっぽいやつもあったのよ。じゃあ、それがそこに行くといい？そう、それがそこに当たると一番いいよね。うん。で、今日はですね、こちら、箱の中に10組のクリエイターさんの名前が書いたくじが入ってます。はい。その引いたクリエイターさんの動画を見て、デカキンが事前に撮ってきてあるんで、食べ物を決めていこうという形でやっていきたいと思います。それでは早速、朝食のくじを引きたいと思います。さあ、どのYouTuber さんが出るのか、いきます。もう朝食、もう朝から豪華なの食べたいね。せーの、はい。じゃあいきます。一組目のクリエイターは、せーの、はい、鈴ショート。はい、鈴ショートくんです。鈴ショートくんね、めちゃめちゃね、イケメンの3人組なの。めちゃめちゃ人懐っこくて超いい子たちなんですけど、今回最近食べたもので聞いたやつはヤバかった気がする。ちょっとですね、視聴者の皆さんに説明しなきゃいけないんですけど、デカキンって、実は、動画撮るときに、ちょっとでも、ヤマシーとかさ、ズーミーバディとかと、笑顔で撮りたいっていう、もちろんやっぱさ、元気ない時もあるわけじゃん。でもそんな時でも、ちょっとでも元気出せるようにっていうことで、独特の合図をしてるんですよ、カメラ撮るときに。で、デカキンがいつもやってるのは、レディゴって言って、ダサい言葉を言うと、ヤマシーがカメラボタンを押すっていう。はい。今度、ズーミーバディの時もレディゴって言って、で、ズーミーバディも押してくれるんですけど、ズーミーバディの場合は、たまに録画ボタンを押し忘れるってことが結構起きるようになりまして、はい、これはダメだってことで、デカキンがレディゴって言って、ズミバディが押します。録画が確認できたら、チェゲラって言ってもらうチェゲラって言ってもらうようにしたんですよ。だから僕はレディゴピッチェゲラっていう風にズーミーバディが返してくるみたいになって、で、それを初めて他のクリエイターさんの前でもやったから、困惑します皆さん。撮り始めるときにみんな、チェゲラって何みたいな、みんな困惑してるんですけど、そういうことなんで。ということで、そこだけ皆さん気をつけてください。では早速、鈴ショート君の動画を見てみたいと思います。チェゲラいや、絶対いやいや、これちゃんと使ったがいい。いやいや、チェゲラがおもろい。チェゲラはいいんだよ、これはこっちでやりとりだから。鈴ショートさんに来ていただきます。ありがとうございます。それでは、鈴ショートさん、あ、終わってないんだよ、まだお前ありがとうございましたじゃないんだよ。それでは、鈴ショートさん、はい、最近食べた食べ物は何ですか？ゼリーと思いました。ゼリー、あー、ゼリー、あ、これっす。え、夜ご飯？いや、何ご飯でもいい、何ご飯でもいい。え、ウィラインゼリー。あ、ウィラインゼリーね。ウィタンゼリーとかじゃなくて、あはマジか。いや、これ鈴ショートが当たりたくないな、これこれだけ、うん、これだけ。レディゴ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 。うわー、マジか。朝食がめちゃめちゃいい3人の男の子なんですけど、まさかの朝食がこちら、ウィラインゼリー一つです。すぐ取れるね。すぐ、何ね、どういうこと、どういうこと、どういうこと。朝食一気にギュッと取れるじゃん。カロリー足りないよ。だとしても普通の人はこれでね、一つでエネルギー補充かもしれないけど、これ180キロカロリーだって。少ないな。ないよ、1800キロカロリーは取らないと。デカキンは1日だよそれ。朝食で1800は欲しいんだから。ということで、朝食はウィダインゼリーを食べたいと思います。久々だよ、ウィダインなんて。確かにね、見たことないもん。食べてるあんまデカキン食べてるとこ見たことないでしょ。ない。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやえー、もう終わり？終わりだね。水飲んだぐらいの感覚だから、なんか食べたって感覚になってないわ。もう180キロカロリー消費してんじゃない？する動作が180キロカロリー使ってるから、この動作でもうプラマイゼロになっちゃう。はい、でも
もう朝食これだもんね。まあ、ちなみにね、せっかく今 YouTuber さんの名前出たんであれなんですけど、鈴翔斗くんの、鈴くん、もう実はね、ヒカキンさんの大ファンで。だから、デカキンもヒカキンさんのこと大好きだし、鈴くんもヒカキンさんのこと大好きだし、あと今回ね、楽屋が遠すぎて動画撮れなかったんですけど、エスポワールの島袋くんもヒカキンさんのこと好きなの。ちょっとね、デカキン的には、いつかその3人で、イコールラブっていうアイドルグループがいて、イコラブとかって言われてたから、ヒカキンさんラブで、ヒカラブっていうグループでこの3人でね、ちょっと活動していきたいなっていう思いもあるんで、ちょっと一回いつかヒカラブの3人で集まりたいなと思いますね。もう結成してんだね。もう結成。すずくんとかには多分まだ何も聞いてないかもしれない。ということで、ごちそうさまでした。じゃあ、お昼ご飯行こっか。早いな。もう、これだけだともう無理だから。では早速、こちら、くじを引きたいと思います。朝はもう全く食べれなかったんで、お願い。なんか、豪華な食事を言ってくれてた YouTuber さんに当たってほしいですね。この方で、行きたいと思います。誰だ？行きます！じゃあ、せーの、はい、カッツはい、カッツーくんです。はい、もうカッツーくんはね、もうただの破天荒です、もう。じゃあ、食べ物も普段からもうね、何言ってるか正直分かってないですもん。これもね、またちょっと説明していきたいんだけど、鈴翔斗くんに関わってくるんだけど、実はね、U フェスの時に、鈴翔斗くんのお母さんが、みんなにアイスとか買ってきたんや、みたいな、言ってたの。俺が、アイスだったら、ミニストップのソフトクリームバニラめちゃめちゃうまいですよって、俺が言ったわけ。したら、ほんまに？みたいな。近くにミニストップあるからちょうどええわ、みたいな。ソフトクリームバニラを、楽屋のみんな分、ほぼほぼ買ってきてくれてたの。だから、最近食べたもので、ソフトクリームバニラって言ってるクリエイターさんめっちゃ多いの。で、カッツーくんもね、確かね、ソフトクリームバニラって言ってたような気がすんだよな。じゃあ早速、ちょっと動画を見てみたいと思います。チェケラ。ということで、カッツーくんが来てくれました。あ、どうもこんにちは。あー、きつくな、お前。あ、まずまず。勘違いされんだろ、お前。今、レジェンドやってるんですよ。やめろって、お前。ゲーム実況の案件だと思われてるんだ、急に。ただやってます。ということで、今日はですね、実は、24時間、YouTuber さんが最近食べたものだけで生活っていうのを、やろうと思ってて、最近食べたものを聞いてんの。何か今どんなの回ってきました？いや、どんなの回ってきましたとか聞いて答えるもんじゃないから。違うか。じゃあ最近食べたものは何ですか？アイスクリームです。アイスクリーム、はい、何のアイスクリーム？ミニストップの。ミニストップの、はい、バニラの。あ、そうそうそう。最高じゃん。でもそれだけ、うん、あとはわかめご飯。あ、美味しそう美味しそう。給食か、給食かどうかはいいだろ、わかんないよそれはおにぎりサイこれぐらいのサイズ。はい、これぐらい。パワーファーサイズで握ってください。パワーファーって言うかわかんないけどちょっといいかも。当たりだと思う、これは。わかめ1本。あ、わかめ1本、はい。どっちなの？わかめご飯だ。なんでわかめ一本？どっちなんだ？わかめ一本だったらすごくなる。アイスクリーム一本と混ざってます。アイスクリーム一本とわかめご飯。はい、はい。ということでミニストップのソフトクリームバニラとわかめご飯。はい、ピンポン。いや、ピンポンじゃねえんだよ。頭叩くなお前言ってえな。はいはいはい。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ出てします。はいはい。話になんないわ。はい、ということでお昼ご飯はこちらです。ミニストップのソフトクリームとわかめご飯です。あんまりこの組み合わせで食べたことなかったな。ないな。はい、ではこちら早速いただきたいと思います。わかめご飯ってなんかふりかけみたいなのであるじゃん。あれをお米と混ぜて食べるのはよく食べたことあるんだけど、このおにぎりのわかめご飯どんな感じなんだろう。それではいただきます。おいしいね。おいしいおいしい。すごいこうほらぶっといわかめ使ってるし、結構入ってるね、わかめね。たくさん入ってるね。ごまもアクセントになってるからおいしい。でもね、あれなのよ、今見てもらったね、うん、カッツくんはなんか勝手にね、カップルチャンネルって言ってたよ、デカキンとのコラボのこと。いや、やめろよお前、何がカップルだよとか言って。だけどあまりにも言われてるから、ある時ななこちゃんっていうすごいね可愛いねクリエイターさんがいるんだけど、そのななこちゃんとカッツくんはコラボしたことあるわけだ。唯一超喋れるのカッツくんは、ななこちゃんと。でななこちゃんもカッツくんと喋りやすくてよく喋ってんの。それを見てなんかえと思って、ずっと俺カップルチャンネル、カップルチャンネルって言われてだから、なんかカッツーくんが元カノと喋ってるみたいな感覚にとらわれて、不思議な感覚になったんだよね。なんかそんなことあるんだね。そんなことある。やっぱ洗脳がすごいから、ずっとカップルチャンネルで、カップルチャンネルで洗脳されてるから。その後ななこちゃんと少し喋ったら、やっぱりすごい子で、ラジオもやってて、出かけもその時ラジオやってたりもしたから、なんかそういう共通点もいろいろあるんだよね。三角関係が生まれてちょっとななこちゃんだけかわいそうだろ。なそうだね、ななこちゃんは何もね、ただ普通に喋りやすいからカッツーくん喋ってただけなのに。うん、ということでわかめご飯完食です。そしてミニストップのソフトクリームバニラマジでうまいからね。多分この動画が出る頃にはミニストップさんの動画も出した後だと思うんだけど、マジで北海道の生乳とか使ってんの、牧場の味がするというか、うん、他のコンビニさんでは真似できないですけども、手間がすごいかかるからこのソフトクリームは。
ただあのもう超幸せなんだけど、ソフトクリームが出るのはさ、これね下手したら連チャンで 3,4 連チャン出る可能性もあるからだからそれもちょっと注意しなきゃいけないからね。ヤマシーとも意外にミニストップ思い出なんだよね。そうだね、クレーンゲームで行ってた場所の近くにミニストップ屋さんがあってね、ミニストップ屋さんって言うの今ちょっと言いかけたけどミニストップがあって、うん、でクレーンゲーム終わった後帰りに必ずさミニストップ寄って、ソフトクリーム何食べるっつって、その帰りのミニストップちょっと楽しみだったよね。そうなんだよ、ね、何食べるかみたいな、新しい味出てるよみたいな、うん、はい、ということでミニストップのソフトクリームバニラ完食です。まあ全然カロリーは足りてないですけどね。ということでごちそうさまでした。ではおやつの時間まで待ちたいと思います。はい、ということでおやつの時間になりました。さあ行こう、豪華なやつお願いよ。じゃあ行きます。お願い。豪華なやつ。うわー、怖い。せーの。はい。これでいきます。はい。いきます。せーの。はい。ダダン。プリットチャンネル。プリットチャンネルなんて言ってたかな。なんかその時プリットチャンネルの動画も撮ってたんですよ。で、なんかコスプレしてたんで、そっちに目が行って、はい。プリットチャンネルはね、出かけも大好きなあの YouTuber さんなんで。では早速、動画の方見てみたいと思います。チケラ。いや、アイスだ。やだやだやだ。レディゴーって言ったら押してもらって、僕が確認できたらチェキラって言ってもらう。アイスでやって。どこ行く？ということは。はい、ということで、プリッチョチャンネルの2人が来てくれました。あー、いや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 、うつな、お前何言ってんだよ。危ねえな。はい、ということで、今日はですね、はい、なんと、24時間、YouTuber の方々が最近食べたものだけで生活っていうのをやろうと思います。いいよ俺最近、いいよ最近本当に。だからマジで最近だよ。うん、てか今日の朝、今日の朝、うん、食べてきました。はい、お願いします。アサイーボールです。アサイーボール。アサイーボール、あのハワイ、アサイーって あのアサイーだよね、健康に。あ、そうボールって何。こういうすごいでっかい器に入ってるアサイーボール。こんなすごい量のやつ、アサイーボール相当でかい。用意できないかもしれない。あ、ウーバーで。え、ちょっと探そう。じゃあアサイーボール。アサイーボール美味しいよね。美味しい、めちゃめちゃ美味しい。アサイーは僕好きなんで。あ、本当。最高です、最高最高。ひじきの煮物。うわ合わないわ、アサイーとひじきの煮物食べんの。はい、ということでありがとうございました。いや、ありがとう、本当ありがとうございました。いや、いい、なんだよそのポリコキャラ変な。ということでおやつはアサイーボールとひじきの煮物です。こちら、ひじきの煮物。で、アサイーボールがさ、あの、ウーバーとかで頼めて、結構、あの、でかいって言ってたよね。言ってた。ただ、その、でかいのがなかったんですよ。なので、アサイーボールを2つ買いました。これもでかいでしょ、2つ合わせたら。でかいね。こちらが、デカキンのおやつになります。また特殊な感じで来ちゃったね。そうだね。じゃあ、早速、おやつを食べていきたいと思います。これはね、中あたりぐらいなんだよね、デカキンからすると。豪華な食事で言うと。だから、大あたりがね、3つぐらい入ってるんで、まず出てないのよ。出てない。まあもちろんこれも中あたりなんで、デカキンにとっては。あ、アサイ下がね、ちょっとやっぱ冷凍用のやつなんでシャリシャリですね。うわー、すごい、すごいね。アサイボールいただきます。うん、アサイだね。アサイの味独特なのよ。でもやっぱうまいんよね、ヘルシーでね。一回デカキンもダイエット挑戦で、なんかどこで買ったんだろう、アサイ。あれコストコかな、食べたことありますね。甘酸っぱいんかな、アサイは。ベリーとなんかのフルーツ混ぜたような味。なんか全部朝食みたいに食べてんね。確かに。ずっと朝食にありそうなメニューばっかだもん ね。ウィダインゼリーも忙しい朝食にみたいな感じだもんね。そう。ちなみにあのプリットチャンネルはね、結成したぐらいからお出かけは知ってるんですよ。そんな長いのじゃん。その長い長い長い。そのつながりもあって、いろいろ動画撮ったりもしてましたね。で、サスケくんはやっぱ美にこだわってる感じあるから、だからこんな感じなんだろうね。うん。肌の感じ見ても美にね、こだわってる感じがすごいするから。だしやっぱ美っていうのはなんかあの、一日ではできないからね。やっぱ何日もコツ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 やっていくことが大事なんで。ひじき。合うのかな。いや、合わないよね。甘優しいだから。なんか逆に薄く感じるね。これも美容だよね、言っちゃえばね。昔ながらの日本の食事してたら太らないんだから。食べ過ぎなんだよ、量が。何言って、食事中に言う話かよ、それ。企画でやってる最中に食べ過ぎなんだよ、とかって怒られて。職業柄もあるだろうね、でもね。あ、でもそれはあるね。うん。動くしかないね。もうプールしかないね。でもプールじわじわ行ってるんで、デカキンは。俺もびっくりしたんだけど、デカキンもうね、25メートルプールには体収まらんみたいで、みんなが想像してるデカキンでかいんですよ。だから25メートルプールにデカキン入ってる、あれすごいのみたいな。そんなことあるで、デカキンが歩くと、もう波ができるから、こうやって。で、大体プールのウォーキングやってるなんて、おじいちゃんおばあちゃんだから。だからデカキンがこう歩いていくと、その波に押されて、おばあちゃんがこっち帰ってこれなくなる。流れるプールみたいになってる。そうそうそう。流れるプールの逆行してるパターン、一番辛いやつ。だから、1ヶ月後には、おばあちゃんがムキムキになってるんじゃないかな。
あとね、プリットチャンネルで覚えてるのが、プリットチャンネルとサイレント図書館の企画でコラボしたことがあるの。その時にサスケくんが2回も顔面ティーパックっていうの当たったのよ。顔面ティーパックっていうのは、もう熱々の紅茶、それを顔面にプンってこうやって、シュンって言って顔面に当てるんだけど、サスケくんに寝てもらってね。うん、1回目はサスケくんなんかね、火の玉みたいなこと。それぐらい暑かったみたいな。で、2回目ね。うん。2回目、まさかここでもサスケくん引くかと思ったら、引いて。うん。でも2回目やった時、パンってやった時に、ティーパックが破裂したの。ティーパック破裂して、顔面で、パン。でも相当、うわーみたいな、すごい映像撮れて。で、その時も、なんか、サスケくんは、血が飛び散ったと思ったんだって、もう。ティーパックバーンってやられて、血がバーンって飛び散ったと思ってて、みたいになってて。でも、あ、葉っぱかみたいな。超前の動画なんですけど、ぜひ皆さん、デカキンプリットチャンネル、サイレント図書館ってやったら出ると思うんで、ぜひ皆さんそちら見てみてください。ということで、はい、こちら、完食です。やっぱ、アサイーボールこんなにたくさん食べれたことで、だいぶ満足感がすごいわ。これで全部チャラになったかな。結果、たくさん食べれたって感じになったんで。いや、てかさ、そもそもさ、超豪華なやつが入ってるはずなのよ。まだ出てないのよ。もう2食は欲しいわ、2回チャンスは。だってさ、せっかくさ、取らせてもらったのにさ、やっぱそれは申し訳ないって気持ちもあるよね。じゃあ全部食べる？全部は多いかな。夜ご飯の後の夜食あってもいいんじゃないかなっていう。まあ、そうだね。で、あと2回ちょっとチャンスもらいたいなと。はい。では早速夜ご飯を待ちたいと思います。はい、ということで夜ご飯の時間です。これはもうね、豪華なの当てたいよ。お願いします。せーの。はい、これ、当たりました。いきます。せーの、はい。ひまわりチャンネル。はい、ひまわりチャンネルさんです。ひまわりチャンネルさんは、まーちゃんとおーちゃんに聞いてんのよ。っていうことはどういうことかというと、お子様二人に聞いてるわけ。っていうことは、胃袋がそんなに大きくないわけ。まあそうだ、でも二人でしょ。二人分あるよ。だけど、どうだったかな、どうだった、ちょっと覚えてないな。超豪華な当たりなのか、全然ないか、どっちかだと思うんで。では早速動画を見てみたいと思います。それでは、こちら、ひまわりチャンネルさんに来ていただきました。はーい。実はですね、今、最近食べたものを聞いてまして、ぜひ教えてください。はい、わかりました。最近食べたものは何ですか？私は裂けるチーズですね。裂けるチーズ1本、はい、2本。1本くらい。1本くらい。はい、やばい、このままじゃやばいよ。結構な主食食べててくれないと。裂けるチーズ1本。はい、そして、はい、私は、唐揚げを食べました。唐揚げ？はい、唐揚げ。っていうことはもう、僕がくじで引いたときは、裂けるチーズと唐揚げ。不思議な組み合わせのものを食べることに。はい、不思議ですね。不思議ですね。唐揚げはちなみにどれぐらいの量でした？ 3 個とか5個とか。多分5個ぐらい食べます。5個ぐらい、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこちら、裂けるチーズと唐揚げ5個です。不思議な組み合わせだね、これね。じゃあ早速食べていきたいと思います。はい、ちょっと待って、裂けるチーズ1本って言ってたよね。1本で言ってた。1本で言ってた。これ2本あるから。2本あるわ。ちょっと回収ちゃんとしないと。はい、うん、一本です。まあでも唐揚げあるのだけいいね。というか唐揚げあるし裂けるチーズもあるから、これやばいぞ。不思議な組み合わせって言ってたけど、これ裂けるチーズってさ、溶けることで有名だから、チーズだから。裂いて唐揚げにこうやってかけちゃってでチンしたら、これとんでもない料理になるの。化けるぞ。創作料理感覚でさ、思ってたより全然チーズ大きく裂けてんだね。そう。でもね、溶けるから。これさ、今作ってる最中だけど、ひまわりチャンネルさんとは実は、ヒカキンさんのソフトバンクの CM で一緒になってんのよ。そう。親子役、なんならデカキンより大きく映ってた。デカキンは隅っこでさ、小さくさ、ありがとうございましたって言ってる店員さん役だったんだけど、ひまわりチャンネルさんは、そこに携帯を契約しようとしてる家族役でいて、その時にも、ちょっとだけ会わせていただいたんだけど、がっつり会うのは、このユーフェスが初めてだったから、どんな子たちなのかな、みたいな思ってたら、ずっとね、心から楽しんでの笑顔っていてくれてんの。なんかずっと天使が歩いてるように見えた。もうずっと二人の天使が。で、あとお父さんとかもね、すごいずっとニコニコしてくださってて、すっごい素敵な家族。あんな家族になりたいなっていうような家族さんでしたね。ちょっとこれはね、ちょっと普通に食べたいのもあるんで、これじゃあいただこうかな。いただきます。うまい。裂けるチーズうまいよね。ではこちら、今唐揚げに裂けるチーズをかけました。細切りにしたやつを早速これでチンしてみたいと思います。見て、すごい、超チーズ溶けてんじゃん。すごいね、やっぱ裂けるチーズって。うん、これ屋台で売り出そうかな。キッチンカーとかで売り出していいよね、もうね。いいレベルだね。いいレベルだよこれ、マジで。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。ひまわりチャンネルさん、ありがとうございます。それではこちらいただきます。うわぁ、
美味しい美味しい。もう見た目が美味しいからね。何より熱さがすごい。ずっと顔芸見させられてんの。すごい熱いな、もうこれすごいんだ。でも味は超美味しい。ひまわりチャンネルさん、ありがとうございます。ということでラスト一口です。いただきます。どうした誰にやられてんの。あっと中から肉汁が出てくるから、あっと。ということでこちら完食です。うわー食べた。ごちそうさまでした。ちょっと今のも大満足なんだけど、あともう夜食だけでしょ。そうだよ。これやばいよ、本当に。やばい。これね、何がやばいってね、まだ皆さんには、すべての、どのクリエイターさんが、くじの中入ってるか、多分伝えてないと思うんですけど、このくじの中に、なんと、ヒカキンさんのくじが入ってます。これ引かないわけにいかないでしょ。あともう一個デカキンがどうしても引きたいくじがあって、マナル隊のくじが入ってるんですけど、マナル隊は、北海道に住みながら動画をやってるんですよ。っていうことは、どういうことかというと、北海道の超豪華な海鮮を言ってたんですよ。おー、ヒカキンさんとマナル隊はどうしても引きたかったの。でもまだくじがまだ結構あるから、だしもう一応材料全部揃えてあるんですよ。だからそれね、出なかったらさ食べれないから。では早速夜食を待ちたいと思います。それでは夜食の時間になりました。ちょっとぐっすり寝ました。では早速夜食引きたいと思います。もうめちゃめちゃ豪華なものが食べれるヒカキンさんかマナル隊のどちらかで行きたいですね。どちらか引きたい。最後はね、大当たりで締めたいよね。夜食行くよ。いいよ。はい、これで行きます。行きます。はい、せーの。はい、ヒカキンさん。はい、ということで最後はヒカキンさんです。では早速ヒカキンさんの VTR を見たいと思います。今日はなんとヒカキンさんに来ていただいてます。はい。明らかにね、味噌菌のあれで来たよねって感じなんですけどね。はい、はい、なんとか会えましたのでありがとうございます。いえいえいえ。はい、実はですね、今最近 YouTuber さんが食べたものを聞いてまして、それで聞いた YouTuber さんの食べ物だけで24時間生活しようっていうのをやってまして。美味しそうですね。そう、初めてそういう企画やってみることにしたんですよ。ぜひヒカキンさんには絶対お聞きしたいなと思いまして。せっかくならやっぱうまいものの方がいいよな。いや、もちろんやっぱり僕は嬉しいです。それやっぱ聞いた時に、あ、これ食べれるんだってなるんで。そうっすよね。最近って概念はいつでもいいので、今日の朝でも昨日の夜でも。そうっすよね。はい、一個がね、本当にプライベートでマジでうめえじゃんってやつ一個あって。はい、僕が、はい、最近食べてすっごいマジでやべえと思ったのが、はい、これです。え、なんすかそれ。バーガーですか。ハンバーガー。家で食べたんですけど超うまくて、これ値段見てもらうと。値段どこで。4040円。4040円。で、僕も疲れてる日かなんかで、ね、今日頑張んなきゃなみたいな、はい、なんかパッておすすめっていうか上の方に出てきて、ん、400円じゃないよねみたいな、4040円っつって、これ食べたらマジでうまくて。もう肉が違うんですか。ハンバーグがもう違う。もう全てです。もうパンも含めて。で、それにバーベキューソースが追加でこれやったりして。追加でバーベキューソース、はい、ちょっとここに届くか分かんないですけど、はい、普通に多分東京に店舗多分ある。ありがとうございます。じゃあバーベキューベーコンチーズバーガー、これはね、ハードロックカフェっていうところのやつですね。ハードロックカフェ、とんでも大当たりじゃないですか。そうです。あとはまあこれですね、最近食ってるのね。、はい、よかったらこれもはい、なんか、あ、じゃあ分かりました。先ほどのハンバーガーと味噌菌で行かせていただきます。ラーメンとハンバーガーはやばいですね。子供がどっちも食べたいっていうような大当たりなので、じゃあそちらでやらせていただきます。よければ。本当にありがとうございました。いえいえ。ということで夜食がこちらです。はい、まずこちらがハードロックカフェのバーベキューベーコンチーズバーガー、そしてこちらの味噌菌です。いや、これはもう最高でしょ。大成功ですね。で、結局、デカキンとこでこれ出前が頼めなかったんで、ヤマシーと一緒にテイクアウトに来たんですけど、オンラインでテイクアウトができて、で、その時からね、メニューとか見てもなんか英語が多かったから、あれれと思ってたんだけど、買いに行ってみたらもう、なんか海外のお店みたいな雰囲気すごかったね。そう。あと、デカデカとこうメッシが、アドバイザーなのかな？メッシが。だからお店の中でちょっと食べたくなるぐらいの感じだったね。今度なんか撮影許可取れたらいつか行きたいね、ちょっとね。どうしよう。もう一回味噌菌にお湯入れてる5分経ってる間にこっちのバーガー食べちゃおうか。あー、すごいいいね。もう一番タイミング良くなりそうじゃない。うん、よいしょ。はい、このね、もやしが生きてんだよね。せーの、オッケー。じゃあこちらで5分待ちたいと思います。はい、それではハードロックカフェ開けてみようかな。はい、開けるとこんな感じです。わ、バーガーが入ってるね。うわ、待って待って待って、うわ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 
すごいね。ベーコンだよこれ。これがあのテイクアウトだと2780円だったね。こんなの見たことないよ。いやー、分厚いね。分厚いよ。それではいただきます。うわすごいね。ぎゅう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 すごいわ。ステーキ食べてるぐらいのぎゅうぎゅうシーンにも程があるわ。意外に味にまとまりがあるわ。なんでなんだろう、こんないろんなの入ってんのに。でもベーコンはどうなの。いいアクセントになってる。ベーコンのスモークな香りがまたいい感じなのよ。なんかとにかくバーベキューソースがうまい。めちゃめちゃバーベキューソースがうまいから、なんか本当にケチャップとかいろんなものを本当にもうカロリー気にせず作りましたみたいな。濃いめか。じゃあ濃いめだけどハンバーグの感じの分厚さもすごいあるから、これでも帳消し。めっちゃいいバランス。お、味噌菌が、味噌菌ができましたね。はい、最高の夜食だよこれ。よいしょ、かけます。これがまたいいよね。はい、わあ、ちょっとね。でも正直味噌菌1回食べてから3回4日連続で食べてる。もう癖になっちゃってるんだよね。もうね、いただきます。うまい。本当にオンリーワンの味噌ラーメン。実はあのね、味噌菌の撮影の時にヒカキンさんが教えてくれたんだけど、一口目からもうガツンって違いが分かるぐらいの味付けにすることもできたんだって。もっともっとインパクトのあるように一口目からできたんだって。だけどそれだと最後に残ったところを食べる時にぐらいになると味が濃すぎるんだって。だから最後まで美味しく食べてほしいって意味で、ちょっとだけ実はね、最初の一口目のインパクトを抑えたらしいね。そういうことなんだ。そうじゃないと最後の残り汁とかで食べる時に味が濃すぎて食べれなくなっちゃうから。だからそういうのもあるんだと思って、カップ麺作るときに。ヤマシーにもさ、実は味噌菌あげたじゃん。どうだった？いや、美味しいね。美味しかった。ヤマシー的にはどっちが好き？味噌菌と味噌菌飯。味噌菌飯かな。あ、飯の方。飯の方がやっぱ味が濃くも感じるし。そうだね。なんかあれなのかな。でもデカ菌はね、完全にこっちの味噌菌の方なんだよね。この麺の方が。しかも結構視聴者の方でデカキンが甘うまいっていう感想を残したんですけど、それの気持ちがわかるわみたいな、共感してくれる人も多くて。そう、甘みはうまみだからね。なんかあの U フェスの時もやっぱヒカキンさんと喋らせていただく機会が結構あって、なんかね、本当に韓国旅行一緒に行かせていただいてから2泊3日一緒にいるわけだから、あの時になんかね、本当にぐっと仲良くさせていただいてるなって感じがする。やっぱそれまではさ、お近づきがたいというか、なんかこう上すぎてあれだったんだけど、その韓国旅行からは本当にすごいフランクに話しかけてくれるようになったし、よかったね。じゃあね、よかったね。じゃあまあまあまあ、客観的に見るとそうか、よかったな。じゃあねんか、とんでもないことなのよ。ヒカキンさんとフランクに話せるようになったっていうのは、100年かかってやっとできるんじゃないかぐらいのことだったの。でもね、こっちからしてるとさ、映像で見てるからさ、もうすでにそういう感じかと思ってた。いや、でもなんかやっぱ動画回ってない時とか、やっぱりちょっとヒカキンさんも敬語使ってくださったりとかするし、動画撮り終わると若干のやっぱりまだあどけなさじゃないけど、なんて言えばいいの、そのなんかあどけなさがあったんですよ。だけど韓国旅行でやっぱ2泊3日してから、本当にヒカキンさんもフランクに話しかけてくださるし、デカキンもちょっとヒカキンさんに話したいなと思った時フランクに話せるようになったの。しかももう500万再生ぐらい伸びてるからね、あの動画。すごいね。だって超長い動画なのにあれをやっぱ全部見てくださったみたいな人もたくさんいたし、あれ嬉しいね本当にね。うまっ。買いに行った甲斐があったね。ということでラスト一口です。いただきます。うん、うまっ。最後にね、この味噌菌のスープを飲めるっていう贅沢な食事だね。はい、ということで完食です。声が。ということでこちら完食です。ごちそうさまでした。ヤマシーのもなんかご飯ついでに買おうよみたいな言って、ヤマシーもさ、何頼んだヤマシーは。チーズバーガー。チーズバーガーどうだった。いや美味しいね。ぎゅうぎゅうぎゅうがほんとぎゅうぎゅうぎゅうだよね。もうぎゅうぎゅうぎゅうだから、あのなんか TikTok でさ、ねえねえねえ、私のだなななんときに気づいてよみたいなやつあるじゃん。それのぎゅうぎゅうぎゅう私のバーガー。もうそれがずっと脳内に再生されてる。このハンバーガーに合うのはやっぱ味噌菌ですね。ハンバーガーに味噌ラーメン食べたことないよ。なんかこっちでガツガツこう熱された感じが最後こうスープで落ち着くみたいな和を感じる。意外にそんな食べられないよと思っちゃうもんね。普通はね。まあね、そっか、普通はどっちか一つか。ということでこちらごちそうさまでした。ポニュ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 。
デカキン TV。 そしてね、実はずっと伝えたいことあったんですけど、実は韓国旅行の動画行った時に、最後のルームサービスでご飯食べてる時に、なんかいろんなヒカキンさんとの思い出とかを語ったりとかしてたんだけど、その時になんとヒカキンさんがくださったものがあるんですよ。でそれっていうのは、本当にヒカキンさんのお母さんのママキンさんと、あとセイキンさんとマスオさんしかもらえてないやつなの。これをデカキンさんにもあげますって言って、ルイ・ヴィトンのネックレスをくれて、はい、巻こうとしたんだけど、首が太すぎて巻けなかったっていう心を許したのに、結局負けなくて、あ、じゃあダメですねってなったみたいな動画上でなってるんですけど、実はその後にヒカキンさんが本当に優しい方なんで、サイズを長くして、はい、くださいました。おお、本当ちゃんとついてる。ついてるでしょ、うん、見て、おお、すごいでしょ、うん、長さもちょうどいいよね、これだったらね。ちょうどいいね。かっこよくなってない？なんかちょっとプロ野球選手みたいな。プロ野球選手になった。うん、言い過ぎたわ現役引退したプロ野球選手みたいな。なんかそんな感じに見えるね。ガタイもいいし。嬉しいな、マジで。全然苦しくないからね、これだったらね。まあそうだね。結構ゆとりはある。サイズを調整して、後日くださいました。いいよね。はい。これは嬉しかったんで、早く動画で言いたいなと思ってたんで。はい。これ超嬉しいですね。はい。ということで、24時間生活終了本当にご協力してくださった YouTuber の皆さん、ありがとうございました。ただね、いや、デカキンと、せっかくあの時動画撮ったのに、え？使わないの？みたいな。思ってくださってる YouTuber の方もいらっしゃると思うんで、最後に、デカキンが UFES とかで撮らせていただいた動画を皆さんにお見せしたいと思います。はい、その動画が、こちら。はい、ということで、ヒョングマ君に来ていただきました。イエーイ。実はですね、財布の中身ですか？財布の中身はしないって、そんな。大体みんな財布の中身やるじゃないですか。ネット決済の時代なんだから財布なんて持ってないよ、みんな。財布持ってんのダサいから、だって。デカキンさんの財布見せてください。いや、ちょ、やめて。やめてってな。やめてってな。ヒョンクマ君が最近食べたものを教えてください。最近で言ったらあれですよ。壺一杯の100個の唐揚げと春巻きなんです。ああ、ダメダメ、絶対ダメ。壺一杯。でっかい壺一杯に唐揚げと春巻き、ボーンってやってるんで、まともな食事してないんですよ、最近。いやいや、そうかもしれないけど。はい、最近。ガチガチガチで、今でもそれでもいいけど。最近じゃなくていいですもんね。最近だと、本当に、あれです。デカキンさんって言いそうだっちゃった。デカキンだわお前。普通に間違えちゃった。何笑ってんだよ。でもすごいですね。しすぎのおじさんか。最近本当にあの壺一杯の唐揚げと春巻きでした。ということで、Kさんと太郎に来ていただきました。はい、ありがとうございます。初めまして。初めまして、Kさん太郎です。最近食べてるもの聞いてまして。直近でっていうことですか？直近で、UFES の最初多分お弁当食べてると思うんで、それをちょっと。そのお弁当でもいいんですか？いや、ダメ、ダメでしょ、用意できないんだよ。2日前ってことですもんね。いいし、ほんと最近食べたら自分が浮かぶものでいいです。はい、僕はソフトクリームです。いやだからちょっと待って、さっきもソフトクリームだったんで。僕も面白みない。バラバラに。僕もソフトクリーム。ソフトクリームです。あとわかめご飯です。わかめご飯もさっきかぶってんだよ。それなんでかぶったんだよ。給食してんのかお前。給食なんです。給食ね、聞いてたんだろお前全部。チェケラ。これごめん、合図でやってるんで、皆さん気になるみたいなんですけど。そうなんですね。うちの合図なんですよ。ということで、ひまひまチャンネルさんに来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは、ひまひまです。なんか以前、一日お父さんになっていただいて、すごい楽しかったです。あなた一日お父さんでね、一緒に動画撮ったこともあったぐらい。で、今ですね、はい、実は最近食べたものを聞いてまして、最近食べた食べ物は何ですか？グミです。グミ。今、うん、超流行ってるこのパンの形をしたグミです。グミ協会っていうのに入ってるんですけど。グミ協会ってさ、会員制なの？そうなんですよ。いや、入るのやめな、そんな。心配になるわ、そんな。違う違う違う、吉岡里帆さんも入ってるんです。あ、じゃあ安心か。しっかりでも何に。はい、ということで、今日はマナル隊のお三人に来ていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近食べた食べ物を教えてください。マジで3人で食べたものあるんです。あ、じゃあそれ教えてほしい。毛ガニです。毛ガニ食べましたね。稚内の朝取ったやつを茹でて、その日に食べたんです。たらふく食いましたね。すげえ。はい、ということで今回マナルさん、マナル隊さんが食べた。誰がマナルさんや。マナルさんでもいいだろ別に。ここまで来たらマナルさんになってくれよお前。俺の滑舌無理なんだから。チェケラ。チェケラ。何こういう教育です。違う、違う、レディーゴチェケラの刻まれてる。約束なの、約束でやってんの。くれないでよ、ここは。もらっていってもらえない。何いらないだろ。ということで、スクワットの皆さんに来ていただきましょう。今ですね、YouTuber さんに最近食べたもの何ですかっていうのを聞いてます。じゃあ自分から言います。はい。自分最近食べたのが、はい、仮面ライダーは2体です。何言ってんだよ。空想はやめろって言ってんだろお前。ファンタジー坊や。ファンタジー坊や。出てきたな、ファンタジー坊や。ファンタジー坊や。
ソフトクリーム食べました。出たわ、またアイスクリーム。あー、食べました。あ、でも昨日夜ご飯は一応家系ラーメンっす。うわ、最高だ。うわー、これ当たり。そしてじゃあ僕、じゃあコンビニ弁当。コンビニ弁当か。はい、僕の昨日の夜ご飯が、はい、本当にデカギさんには申し訳ないんですけど、サンドイッチ一つなんです。ツナマヨ、いや、野菜ミックスみたいな。野菜一番ダメだ。一番ダメなんだ。え、どうしよう、これ人数多いからさ、絶対当たりになっちゃうじゃん。誰か二人とかに絞った方が。じゃあいっぱい。よっしゃ。いや、ちょっと待って、ハンドパンタ。いや、すごいでしょ。すごいね、ほんとね。もういろんなのあったでしょ。で、デカキンが言ってた、これ大当たりなんじゃないかっていうマナルタイ。これ当たってほしかったね。だってデカキンね、ヤマシーと一緒に築地で買ってきてたんですよ。カニ3杯。大きいやつこれ。1杯8000円だからね。8000、8000、8000、3杯24。2万4000円分買ってきてるのに、当たらなかったっていう。だし、あと、キョンクマくん。キョンクマくんも、もう最高の、もう動画に一番いいこと言ってくれたんだよね。壺いっぱいの春巻き。なんで、デカキンも、はい、こちら。アマゾンで壺買ってました。待って、この二つがさ、なんなら動画向きだよね。なのに、一回も当たらないって、この二つが。で、キョンクマくんもね、めっちゃ優しいから、壺本当に僕らの貸しましょうかみたいな。なんならあげますよってずっと言ってくれてたの。で、いい、本当に、デカキンプライベート欲しいから、あんまり。プライベートの壺欲しいの。やっぱプライベートの壺欲しいからっていうので断りましたね。なんか届いてみて、あれちょっと小さいかもなと思った。キョンクマくんの動画これぐらいあった気がする気すんだよね。でもあれ大量の人数で食べてたんで、まあ、デカキンだとこれぐらいのサイズがちょうどよかったかもしれないね。それでも大きいけどね。何本入ったんだろうな。ひまひまちゃんが言ってたのがこちらでした。パンデミーナのグミ。多分一番今硬いグミみたいに言われてるのが多分これなのかな。いや、これはね、デカキン食べてたら多分前歯折れてたんじゃないかな。じゃあ食べてみなよ。食べてみてよってなんだよ。それ今ヤマシーさ、違うさ、役をしたらさ、前歯折ってみなよって言ってんのと一緒だからね。やばいぞお前それ。でも気になるじゃん。まあでも確かに気になるな。うん、でヤマシーさ、硬いグミ好きじゃん。うん、だもしあれだ気に入ったらこのままあげるし。あ、パン。匂いはね、めっちゃね、いい匂い。酸っぱいパウダーついてるらしい。で、いただきます。はい。え？噛み切れない。もっちりはしてんだよ。でも最後まで歯が入らん。弾力がすごいんだ。噛み切れない。食べてみな。でも味は超うま。何これ、噛み切れない。戻ってくる。あ、でも徐々に噛めるになってきた。時間経つと。いや、これデカキン食べてたらダメだわ。歯終わっちゃうわ。あとね、Kさんと太郎とスクワットお二人にも聞いたんですけど、食べ物よりも何よりも喋ってて超楽しかったわ。それでまたなんか活気というか元気というかもらったんで、うん、YouTube 頑張りたいなっていう思いになりましたね。そしてまあカニはこれさ、もったいないからさ、ヤマシー、まあちょっとまあデカキンは少なめで、ヤマシー多めで食べましょう、はい、みんなで楽しく食べよう。春巻きも山ほどあるから、もし持ち帰って、はい、はい、じゃああと残った食材はみんなで楽しく食べたいと思います。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。